今から立山の絵の旅するか、みんなで。な、ちょっとでもやっぱ俺立山に貢献したいんだよな。じゃねえとよ。これなんかうちの住所がピンズドであるとかねえの大丈夫だよな。超怖え。これ大丈夫？ちょ、ブラウザ変えよう。いきなりうちの親父がさ、なんか変な立ち本面とかしてるところバーって。なったらシャレなんねえからな。皆さん、立山ってどこにあるかわかります？立山にって、どこにするかわかります？どこだか。僕今住んでるのが、ここなんですよ。もう、バッチリ書いてあるじゃねえ。危ない。よかった、バレてて。ねえ、なんでこの印ついてんの？ふざけんなよ、バカがよ。お前、大事故だぞ、お前。今、俺が住所バレて、なんでこんな人ここにいるよって俺さ、印、あ、違う。これ何があんの、ここ。うちの住所じゃねえ。ん？あ、うちのびっくりした。俺んちだ。怖っ。超怖え。うちの近所のなんか、そう、関東国際高校ってのがあるんだよ。近くにな。これ辺でね、トーイックのね、あれなんだよ。試験会場があるって便利なんだよな。受ける人は、ぜひ。そちらをご覧ください。ちょ、話ずれちゃったけど。立山ってここにあるんですよ。よく俺が、千葉の先っぽ、千葉の先っぽって言うだろう。ここにあるの、立山。皆さん。ここなんですよ。でね。ここに見えますか？東京湾アクアラインっていうのがあるんだ。このね、アクアラインはね、ほんと当時革命が起きたの。今までは、こう言って言ってたのね、東京。東京こう言って言ってたの。それがね、要はほぼ一直線。うちから、まあ、新宿としよう。1時間半。ほんと、1時間半。1時間30分で行けちゃうの。当時は3時間ぐらいかかってたよ。こっからここまで3時間。3時間だな、だいたいな。で、吹っ飛ばしていけばほんと1時間10分ぐらいで行っちゃう。ビューっつって。で、アクアライン取ってよ。で、このね、立山自動車道っていうのができたから、で、高速道路が立山まで繋がってんの。多分こうやってね、ズームしていったら、イオン出てくると思うんだよな。イオン出てくると思うんだよな。じゃあ、阿波水産高校見に来て、ほら。これ、千葉県立立山総合高等学校水産、え？何この名前？は？立山総合高等学校水産校舎？え？名前変わったの？吸収されたんだ。待って、ケーズ電機がここにあると縦ここだろ？なんだ、立山高等学校の評価 4.2 って水産高校の評価いくつ？評価なしじゃねえかよ。すいません、じゃあ、俺な、あれを見、待てよ。駅から、イオンどこだ？イオン。イオンどこ？こっちの方か。イオンどこだっけな？見とけよ。お前びっくりすんなよ。びっくりすんなよ。これ全部イオンだから、これ全部イオンだぞ。やばくねえか。これ全部イオンだよ。全イオン。これ全部イオンだよ。でかくね？何と比較すればいいかな。これ全部イオンだよ。ちょ、あれ、行けばわかるな。で、これさ、ストリートビューにできないの？ストリートビュー。ね、ストリートビューにできないの？これ。どうすれば見れる？あ、航空、これだよ！ねえ。これだよ！お前、駐車場なんだよ！お前、駐車場の大きさで見てくれ。駐車場の大きさで。これだよ！全イオンだよ。ねえ、
あ、懐かしいなこの、内房なぎさラインからさ、ずーっとこっちから来るとさ、イオンがバーって見えてくんだよ。クソでけえだろ。俺がよく行ってたところ見に行こうぜ、みんな。あ、俺の思い、あ、俺がデートしてた場所行こう。今から、みんなに。案内します。ね、待ってな。俺がじゃあ、物質燃やした時に、女と、一緒に、いた公園。あそこなんて公園だっけな。あそこなんて公園だっけな。あここ、よくエッチしてた、俺が。この、やめて、神社、やめて、ここ、待てよ。あ、ここ、ここ、ここ。ちょっと待って、あのね、あ、これ以上寄れないの？なんかね、あのね、鳥居が、じゃ、建物があって、そこにちょうど、溝にね、座れるところがあるんだ。ちょ、神社でちょっとさ。え、人形落とせばいけんの？あ、拒否された。乗車拒否。歩いていこうか。ここ、阿波港だよな。阿波港ちょっと不法侵入しよう。なんで入れねえんだよ、おい。ちょっと待って、記憶のたどれ。こう行って、ここじゃねえな。こう行って、あー、超懐かしい、ここ。おい、俺がよく言ったら駄菓子屋行こうぜ。おい、あのまま生きてんのかよ、あのまま。俺が豚麺万引きしまくってやったから、もう潰れてんだろ。潰れろ、早く、あのクソまま。俺がよく豚目、おみんなで豚目今から万引きしに行くぞ。待って。こっちか。潰れてんだよ。あのまま死んだのかな。ちょっと待って、もうちょっとこれアップにできない。あー、ここおい、ババア来たぞ。おい、小倉商店のババア生きてる。まだ生きてんのか。すげえいいばあさんなんだよ、ほんとに。すげえいいばあさんだよ、ほんとによくしてくれてさ。何か優勝してんな。何注意って書いてあった今。ん？横断注意か。口じじいだ。じゃ、そんなことよりさ。うわぁ、小倉のババア、生きてっかなぁ。あ、立山駅から行くか。立山駅からみんな案内するよ。まずな、これ立山駅。クソみたいなとこだろ。これが我が立山駅の東口かな、これ。でね、まず、わーって展望してくると、これ一番流行ってるとこ。これ一番流行ってるとこな。うわ、懐かしいんでね、ここにね、カレー屋さんがあるんだよ。門。え、もう、潰れたの？え？あ、これ、もう、それ美味しいんだよ。カレー毎日食うんだよ、ここで。毎日カレー食うんだよ。で、神山、今から俺が案内するわ。そこ潰れちゃったかな？ CD ショップの、あ、俺が言ってた東進予備校、みんなに見せよう。この辺に東進あったんだよな。あ、違う、まず俺が言ってたゲーセン見せるわ。俺が言ってたゲーセン見せる。俺が、行ってたゲーセン。あー、よかった！まだ潰れてなかったんだ、このお土産屋さん。俺が言ってたゲーセン潰れてんだよ。頼むよ、潰れんで、てんじゃねえぞ。あー、ここ！あ、待って、違う、ここじゃない。あそこ、あそこ。ここ。これ、スバル。ここ、スバル。スバルの、これ、2階にな。今はこんなもう泣き殻になっちゃってるけど、ここのね、ここから階段登っていくと、ここがゲーセンになってんだよ。で、ここで、高校生が120人ぐらいタバコ吸ってんの。で、警察官が一人乗り込んできて、その時俺ニガーって呼んでたんだけど、ニガーってやつが乗り込んできて、お前らみんな逮捕だーっつって。その警察官は日本で一番、タバコを取り締まった警察官としてもう、名を上げてたんだよ。でね、これスバルっていうゲーセンがあるじゃん。右を見ると、これ細い道、あ、そう、細い道があるだろ、ここに。で、第二のゲーセン、ほんとはここに建物があって、この細い道行くとな、あ、行かして。ノーティーボーイ、生かしてくれ、ノーティーボーイ、ここにな、ノーティーボーイっていうゲーセンがあったんだよ、潰れちゃった、ノーティーボーイ。頼むから、ノーティーボーイ、生かしてくれよ。
マジかよ、ちょ、ノーティー行かしてくれ、ノーティー久々に。ノーティーボーイ行かしてくれよ。マジかよ、超使えねえ。超懐かしい。でよ、おめえ、あれだよ、立山と言ったらシダックスだろうが、これシダックスあるんだよ。で、後ろにセガがあるんだよ。で、よく女とデートしてプリクラ撮るのが、やっぱ高校生たちの、おい、セガ行こうぜ。高校生がパチンコ行きすぎて、ここにパチンコやったんだけど、潰されたんだよ、警察に。あまりにも高校生がパチンコやりすぎて、潰された、思い出の。わっ!ジジイがあれだ!モザイク出して映ってたから見に行こう。知り合いかもしんねえからな。知り合いかもしんねえから見に行こう、一応。あっ!消えた!あのジジイどこ行った?マラが、ちょっと待って!おい、なんでマラが知ってんだよ、おめえ!お前あれか、立山人か、マラが超懐かしい、マラが言ってたな。マラがあったんだよ。お、じいさん、こっち、あれだな。これどういう角度でこれ写真撮ってんだ。すげえ、マジで、立山人いるわ、マラが、マラが。いや、これ今のガチで立山人だよ。マラがだよ、マラが。で、この辺飲み屋があるんだよな。あ!マラが、マラが、マラがあった!マラがあったぞ!ちょっと待て。マラがあったんだけど、なんで?これ潰れてないの?あ、これ、西口。うわー、マラが超懐かしい!まあ、潰れてんな。マラがクソ懐かしい!うちの親父が言ってたからな。で、おめえらにさ、イオンのデカさビビらしてやる、イオンのデカさ。どぎも抜かされんぞ。あ、でも西か、西ここ。立山駅からね、すぐそこにね、なんで西子ブロックあったら、どうせあれだろうな、かいね、2ブロックのやべえやつがいっぱいから、ここブロックかけてんだろう。西子、ここ。あば西子、ここ。だよな。うん。すげえ怖えんだよ。めっ、お、なんか、政治のやつも見に行こうかな。立て、どういうやつが出てんだろう。見れる、見れる。お、すげえ見れる。誰だな。あ、今井さん。あ、頑張れ。森さん。室渥美さん。なるほどな。いろいろ出てんだ。あ、こんな感じ。結構いい感じじゃない?一応リゾート地なんだよね。その、どっかの風景をパクってきて、やってるんだよ。どっかの風景をパクってきて、なんか街並み作ってるから、駅見た時にさ、あれなんかちょっとオシャレじゃねえと思わなかった。あれパクってんだよ、どっかの風景を。あのさ、田舎の特徴さ、駐車場が無駄にでかくない?もうこのスペースとか超もったいなくない?むちゃくちゃもったいなくない?このスペース。むっちゃもったいないね。うわぁ、懐かしいわ。癒されるわ。帰りたくなっちゃうわ。ね、呼ばれて見に行った気がする。で、ここまっちゃん事故ったとこな。お母さんの車事故って、旅行に行く予定だったのに、この一時停、この歩道橋を無視してこうやって突っ込んで、なんか、車にドーンってぶつかって、お母さんの車をた、全損したっていう場所。こんな見通しのいいところで事故ってたわ。